はい、到着しました。ここが名古屋港駅です。で、今これが大曽根方面に行く場所ね。で、場所ですね。まあ前回も撮ったんやけど、ちょっと今回密着語りしますね。はい、ここにいるのベルーガ、ベルーガね。まあくんもさんちゃんもいいんやけど、もう一律でくんしますよ。よく国会議員な議長が、副議長の一斉に丸々くん前って言おう。それと同じですね、と同じですね。これからも行くんですけど、今日この時間帯でもうすぐな、もうすぐな写真の公開イベントが始まるんですよね。まあもう説明したと思うよ。この午後はもう脱落してるんじゃないか、目次化してると思う。トルコ語のこれつけたらどうかって思った。提案なんや、無理やと思う。でこっちもいいんやけど、ほんとあっちです。あ、ごめんごめん、ちょっと怪我してもだよ、弱って怪我、お見苦しいところですね。足から失礼極まりなかった。そういうわけですね。でこういうね、こういうですね、いろいろあって、前回ちょっと、失敗してもたんで、でここでこういうございます。こうなのはしてですね。じゃあ見ましょう。よー見てください。まあ動画によっては皆さん、もう目視可能なぐらい設定ね。でここでいろいろです。あれが運転席ですね。もちろんダメですからね。でこういうのでかですからね。でこういう施設があります。結構ね、こういう施設がありますね。ちなみにこういう施設、選挙の当日とか別に続きにやっていいんですよ。でこういう時やったら、もう投票済み証明書持っていけよ、割引してくれるわ、そう、場合によって。ただしそれは事前に通知しなければならないとか、通知しなければならないんですよ。そうでなければ対象外です。まあ当たりですよね。ほんで私がいつもやってるのはこの土日エコ切符ってやつです。でこういう乗れますね。これ乗ればいいの。これ土曜日日曜日祝日、またはお正月とか夏休みとか春休み、まあつまりゴールいうんかな、和製平安ごとも言うべきの場合はこれになります。基本的にこれやってくれ。なぜならこういうね、皆さんもようあるでしょ、こうやって例えばこうやってしてください、免許証選挙センターの方もこうやって説明してます。こうやってしてください。例えば手帳を見せるでしょ、こういう施設、こうやって見せてください。よく警察官がこうやって見せてる、こういうふうに見せる。例えば警察怖い、もんどころみたいな感じ。いいんです、真似しても。こうやって見せてください。いいんやで。で、こう言って。ああやって放送する。ちゃんと対策練ってますからね。ご安心ください。ちゃんと。言ってますね。前回も撮りましたが、ちょっと、失敗した経験。な、結構換算してる。な。では、これから通りますね。で、ちょっとこちらに、職員さんがいるんで、ちょっとここから通りますね。ここで通って私みたいにこうするんで、まあ、ここからはちょっとでこうやってするって通るんです。でこうします。単純面から先ほど説明してますけど、よく閣議でも公開したらどう、閣議も公開したら何で非公開にする、あの観点。公開したら、公開してるんやけど、国家なんだよ。公開してるんやけどね、ほんと。見習うべきなんや、こんなに関係優先するんやろ。ここも見習うべき。それがダメなんだよね。まあ、それはどうでもいいとして、こういうところです。どうぞ、こういう。ね。やります。結構対策。ね。対策練ってるんで。こういうのがありますね。場所があって。ね。
こうやって募集してます、はい、こういうのはあるんですよ。ほんでよくね、SNS 上で流れてるんですよ、日本で赤髪が来てるってこんなん募集もしてないよね、はい、ちゃんと正規のものでちゃんとこうやって募集してますからね、こうやって募集してます、年齢基準こんな簡単に抜擢するの世の中甘くないですよ、あれはもう悪質ですよ、もんこんなもんですね、こうやってここに犬問い合わせてください、こうやって、あ、山崎将軍水です、です、サムです、ええー、この前のシナイダー将軍との会見、感情会見素晴らしかったですよ、うん、初めてですよ、感情って戦場っていうのにいいんですよ、別に戦場船の上でもね、しました、こういう施設です、ちゃんと将軍たちのおかげで守ってますから、うん、ですからね、これラツカウコマ隅々は私がしょ、こういう施設があるんで気をつけてくださいって感じで、でよく芸能人とかこういうところでライブやる、あそこら辺から結構アウト、音楽が過剰に流れてるところはやめてください、通報されて、うん、止まります、冗談で止まりますからね、でここが名古屋コースだから駅の、ね、こうやって結婚って流行ってるの、まあ、よう分からんけどね、これは単純に言ったらちゃんと気をつけて通ってくださいって注意喚起って意味ね、でこういう施設の関係者が提供してます、場合によってはいろんな施設を協力してますね、新規参入もできますよ、でこういうふうに紹介してますね、施設によってはこうです、こういうところ、これはこう上につながるね、これから私はこっちです、結構大変だったでしょ、すいません、ちょっとサムネイルの関係上コートランと分かんない。んでこういう風に言ってますけど、ね、これはよう動くんだけどよ。安全上の関係ね。ね、こうやって対策やってます。で、こうやってやってますね。ちょっと容量の関係上無理なんで、というわけでこれで失礼します。